こんにちは。今日は2021年の天皇誕生日ですね。こちら QT モバイルのですね、ホームページで来ています。 QT モバイル、なんじゃそれはという話があるかもしれませんが、いわゆる九州電力さんですね。九州電力さんがやっているですね、ネットワークといえば、九州にお住まいの方はよくご存知だと思います。今回ですね、電気は九州電力のエリアに来ましたので、早速こちらを見ています。 QT モバイルのおすすめプランというのが、まあ、今あるわけですが、今話題なのは新しい発表だそうです。見てみましょう。2月17日付のプレスリリースですね。 QT モバイル料金プラン全面改定。プレスリリース、 QT モバイル料金プラン全面改定ということで、 D タイプの料金を大幅値下げ、 2ギガプランも新登場。 D タイプというのはドコモプランですね。株式会社 QT ネット本店は福岡市です。九州のお客様を中心に多くのお客様にご利用いただいております。スマートフォンサービス QT モバイルにおいて、2021年3月1日より料金プラン D タイプですね、ドコモ回線を全面改定します。これは先日ですね、日本通信もそうでしたが、あるいは毎年もそうでしたけども、ドコモがですね、 MVNO に対する卸価格を、まあ、改定しまして、下げるということが発表されましたので、そちらを反映したプランの見直しのようです。データプラス通話コースが 3GB 1300円、 20GB でも1900円と大幅値下げになります。 2GB プラン900円も新たに開始し、さらに家計に優しい料金プランでご提供します。確かにこれはですね、他の MVNO プランを見てもですね、最安値水準ですね。またオンラインでの手続きのみの格安スマホサービスが多い中、 QT モバイルはオンラインだけでなく、九州各県8カ所にショップを構えて、お申し込みから設定、利用開始まで充実したサポート体制でサービスを提供しています。これは九州電力、地元のですね、電力会社ならではのメリットですね。ますますご利用しやすくなった QT モバイルのご利用についてぜひご検討ください。 QT ネットは今後もお客様にいつも便利、簡単、お得を感じていただけるサービスの提供に努めてまいります。現在 D タイプでご利用いただいているお客様につきましては、新料金自動的に移行させていただきますと。お客様でお手続きの必要はありませんと。A タイプ au 回線および S タイプソフトバンク回線につきましても、料金プランの見直しについて検討を進めてまいります。これは多分卸価格はですね、今後この流れで下がっていけば新しいプランが発表されるということだと思われますね。上記料金は QT モバイルと九州電力の電気のセット割、九電グループまとめて安心割適用時の料金ですと。九電グループまとめて安心割の適用には、九州電力のお客様番号での申し込みが必要ですと。これはですね、九州電力の申し込みをしているとですね、毎月100円割引というサービスがあるようですね。別紙ですね、 D タイプ新料金プラン概要はこちらということで見てみましょう。こちら別紙ですね、D タイプ新料金プランの概要です。対象 QT モバイルの D タイプドコモ回線ですね。現在データプラス通話コースが1ギガが1450円、3ギガバイトが1550円、6ギガバイトが2250円、10ギガバイトが3250円、20ギガバイトが4900円、30ギガバイトが6900円という設定になっています。これは最初の半年の割引以降の値段です。でこれがですね、新しい料金プランではですね、一番下の1ギガバイトプラン1ギガバイトの増量になります。2ギガバイトで1000円、さらにでまとめて割れて九州電力のエリアの人はですね、900円、最大550円お得です。なんと毎月900円で持てると。これは楽天モバイルもびっくりの価格でしょうかね。3ギガバイトは1400円、これがですね、3GB が現在1550円のところが1400円になります。まとめて割の場合は1300円に、最大250円お得と。 6GB コースは2250円のところが1600円になります。これがまとめて割の場合は1500円と、最大750円お得。で 10GB コースは3250円のところが1800円になりますと。9でまとめて割の場合は1700円に。今最も厚いですね、 20GB コースですけれども、これが4900円のところが2000円になりまして、さらに9でまとめて割の適用時であれば1900円にということで、1900円の場合はこれはもう最安水準ですね、最大3000円お得になりますと。6900円はこれ 30GB コースですね、6900円の 30GB コースですけれども、これが3000円になりますと。9電まとめて割適用時には2900円になります。これ 30GB っていうのは、他のですね、アハモとかポーとか、それから LINE もですか、それでも標準では提供されてない大容量プランですので、それがですね、1000円ぐらい安いということになるので、卸を受けた MVNO のプランですので、ドコモのアハモが2980円だからといって、20GB2980円だからといって、この通信
制度が浜にかなうとは思えないんですけども、新料金プランは余った容量は翌月へ繰り越しという、こう UQ モバイルやマイネオがですね採用しているあの方式です。容量ですけれども、余った容量は翌月へ繰り越すことができますと。これは大きいですね。例えば新プランで言いますと、 UQ とかですね、それからマイネオさんですか、そちらさんも提供していますけれども、それと対抗することが可能なプランになっています。次にですね、マイネオさんにもありますけれども、データのみのプランですね。データのみのプランですが、データコースですね、これが現在 1GB800円のところが 2GB になって700円になると。それから 3GB900円のところが、これは変わらないんですね。なぜ変わらないんだろうと思いますけどね。まあバランスでしょうかね。6GB は1550円のところが1300円になります。10GB は2550円のところが1500円になります。これはかなり割引になりますね。1050円お得になります。それから 20GB は4200円のところが1700円になりますと。30GB のところが6200円のところが2700円になりますと。これはかなりお得ですね。注意点は、まあ、他でもそうですけども、データ SM 付きというのは料金140円追加となりますという、これはマイネオさんも同じような方式ですけども、まあ、電力系とサービスということでマイネオさんと比較した方が分かりやすいのかもしれませんね。特にですね、あの九州電力エリアの方はですね、こういう100円セット割がありますのでお得かなと思いますね。サービス開始日、受付開始日が2021年3月1日からになります。ご利用中のお客様の料金見直しについては2021年3月ご利用分より自動適用となります。申し込みは不要です。現在利用開始から6ヶ月以内のお客様は現行料金の方がお得になる場合がありますと。これはあのキャンペーン価格になりますのでね、該当するお客様は6ヶ月間は現行料金を適用し、7ヶ月目より新料金を適用させていただく。これは気が利いていますね。ということは、とにかく今申し込んでくださいということですね。新しい方は、私は対象なんでしょうかね。はい。電気とのセット割、給電のグループまとめて安心割の適用には九州電力のお客様番号、お申し込みが必要。これは九州電力の利用者かというのを確認するんですね。詳細についてはこちらをご確認くださいと。ということでですね、特に電話を使いたい、ドコモの電話が使えると。これでなおかつこの料金、しかも余った容量は翌月繰り越し可能ですと。これはかなりの破壊力だと思いますね。まあ、QT モバイルは九州電力の資本ですから、まあ、九州が地盤で、ショップもですね、九州に展開されているわけですが、全国でも利用は可能です。全国の方もですね、近くにショップはないので、電話連絡、オンライン等でのやり取りになりますけれども、申し込みは可能ですので、SIM をですね、送ってもらって利用するということは可能になっています。このプラン、マイネオとガチに戦う気満々ですね。非常に頼もしいですね、サービス、プランが発表されました。ちなみにですね、給電グループまとめて安心割のページはこちらです。給電まとめて割になってますけれども、給電まとめて安心割にお申し込みで100円毎月割引がされますと。なんとこれは永年割引、毎月100円、例えば半年で終わるとかそういうものではなくて永年割引だそうです。給電の電気を使っている限りは100円引いてもらえるということでしょうね。で、気になるのはですね、ライバルであるマイネオの料金ですね。これは新しいプランで 5GB1380円。ライバルになるマイネオの新料金を最後に見ておきましょう。デュアルタイプというのがあの音声とデータのタイプですね。シングルタイプがデータ通信のみのタイプですね。これがマイネオの場合は 1GB タイプ1180円、それからデータタイプは800円、 5GB タイプが音声タイプは1380円、シングルタイプのデータ通信の場合は1150円、 10GB の1780円は、ね、10GB は音声タイプは1780円、データ通信タイプは1550円、 20GB は音声タイプは1980円、シングルタイプデータ通信タイプは1750円という、まあ、微妙なラインですね。例えばですね、 20GB でマイネオが1980円なので、あるいは日本通信も1980円で来てますから、あちらの方がお得という、 QT モバイルよりはお得、20円お得ということにはなるんですけども、給電エリアの方はですね、100円割引を使うと1900円ということで、こっちが安いと。ただしですね、気をつけておかないといけないのは、これはですね、通話料金は別立てとなっているということですね。通話料は20円30秒という通常通りですね。あとアプリ利用すれば15円30秒なんですが、それが必要になります。さらにオプションとしてですね、10分かけ放題、これはあの前の音同数字ですけども、850円がかかります。ですから、まあ、これを見るとですね、まあ、給電エリアに住まれている方は、まあ、QT モバイルが安いと。
あと他の各県全国に住まわれている方は、まあ、マイネオであるとか日本通信であるとかですね、有給モバイルと比較の上でですね、さらにコースごとにどらが得かというのも差が出ているようですので、よく比較した上でですねご覧ください。参考になった方はですね、使わなくても使うときは使う、使わないときは使わないという方は、特に余った容量はよく付け繰り越し、これが大きいですね。これがあるとあんまり使わなかったときに翌月使うというときは前の月の容量が持ち越せますからね、容量倍増になります。これはかなりの魅力的だと思います。で、電話をよく使う方はですね、850円足せばですね10分かけ放も使えるということで、結構使えるプランだと思います。まあ、九州電力がやってるということでちょっと穴場かと思いますが、実は全国サービスをやっていますので皆さん要チェックですね。ちょうど3月4月は各社新料金プランが出てきてますので、 QT モバイルのこのプランもですねその中に含めて検討した方がいいと思います。以上ですね。参考になった方はいいねボタンを、またチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では次の動画で。